筒谷神社参拝していきたいと思います。なんかでかい桶がですか。でこちらはいろいろ言われがあるんですけれども、伊勢と大和の国枠伝説という伝説もあるんです。春日の神様、あらら珍しい、春日の神様ではないかと色こばれ、伊勢と大和の境目を決めようとしたと。この神社の裏側にあるんですね、それがね。ちょっと行ってみますか。この言われも、春日大社の安住所、いいのかな。とお水祭りというお祭りがあるんですね。今参拝してみましょう。後ろの方にその石があるみたいですね。社務所は、はい、あるんですか。おりますよ。なんかそういうすごい言われのある神社なのになかなか難しいですね、神社が、うん、こちら参拝殿ですね。向こうのあの神、もう一つの近くの神社もちょっと拝殿の作り方がこういう独特の作り方なんですね。で、本殿があって本殿があって、多分その後ろ側にそう言われている石岩があるんですよね。こう国境を決めると。ここは一応、ね、松坂市なんですよ。一応三重県ですか。この拝殿の作り方でもこの辺りしか見たことがないな。狛犬さんがいて奥に本殿があるという作り方ですね。